皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。約半年前に総額1億円もらえるコンテストに出場しますというような動画を出しました。グローバルイノベーションチャレンジ2023生活支援ロボットコンテストというのに出ることになりました。これは何かというと、各国いろんな下半身麻痺の方向けのロボットっていうのを制作しているんですが、そのロボットを使って本当に生活に密着したロボットになってるかどうかっていうのを、まあ、一つ一つのこうポイントをクリアしていって、そのクリアしていくと賞金というかね、そういうのがもらえて、よりまたそのロボットの開発のための資金が得られるっていうコンテストになります。なので、まあ、優勝を決めるとかではなく、一人一人がその課題に向けてどうやってクリアできるのかっていうのをやっていくものです。富士大科大学の方で作っているウーパルっていうその麻痺用のロボットですね、そちらを使ってやっていこうと思います。練習に練習を重ね、月1回ずつかな、熊本に行き練習をし、なかなか練習環境が整ってるとは言えない中でも、それでもみんなで協力してお部屋をいろんなパーテーションで作ったり、いろんなもので、ね、準備したりして、6月末に本番を迎えました。会場は茨城県つくば市の廃校となった体育館を使って行いました。こんな感じで本当にもう体育館の中に部屋を再現して作られたブースの中でコンテストにチャレンジしていきます。出場チームは私たちウーパルチームだけだったんです。だからめちゃくちゃ緊張しましたね。もう私のためだけにやってるような大会になったので、本当に緊張しました。全部で7課題あるのですが、今回は身支度、食事、洗濯の3課題にチャレンジしていきます。どんな課題をやっていくのかをリハーサルの映像で皆さんに説明していきたいと思います。身支度はまず寝室でロボットを装着し、寝室から今度洗面所に行って両手で3回水を汲んだ手で顔を洗います。その後にタオルで顔を拭きます。それが終わったらリビングに行きます。移動中のこの扉は開け閉め、必ず開けたら閉める、開けたら閉めるをやっていきます。リビング、ここ今開いてますが、本来は閉まった状態で自分で開けて、で自分で扉を閉めていきます。開いてたね、ここ。あっち行きます。右行きます。いや、左に。扉を閉めた後に、リビングにあるソファーに着席をする。これを6分以内に行うというのが身支度課題です。私が手を叩くのと同時にストップウォッチがスタートします。まずは自分で靴を履いて、でロボットを装着していきます。この時隣にサポートしている人がいますが、私に触れたりロボットに触れたりするともうその時点でアウトになります。ナイスシス、いいですよ、この調子。いつも通り。いつも通り。明るい、明るい。練習してます。OK。で、スタートをし、はい、ます。焦らずです、焦らずです。OK、リズムだけ可動して、可動して。リズムだけ、リズムだけ。あ、いいな、そのまま行きましょう、そのまま。OK、歩きバッチリです、その調子で行きましょう。もしかし水道なしで今は誰かにいますね。OK、3回。はい、OK。着地、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 OK、バッチリ。実際に水が出てるわけではないので、蛇口を閉め忘れていたので、みんなから声をかけてもらって蛇口を閉め忘れることなくできました。ドア閉めましょう。
さあ、楽に行きましょうね、落ち着いて。歩きのリズムだけ取って、体を起こして。閉めますよ。わけではないので、みんなの反応で、あ、クリアできたんだなっていう感じでした。1回の課題の中でまず10分20分くらい休憩を取りながらやっていきます。次の課題は食事です。ソファーからロボットを装着した後にバッグを持って台所キッチンに向かっていきます。するかな。キッチンに来たら食パンをトースターに入れて、フライパンにある目玉焼きを皿に移して、スープをスープ皿に移して、で水をコップ栓のところまで入れて、トースターに入れといたパンも出して皿の上に乗せて、それを全部バッグの中に入れてテーブルに運んでいきます。本番ではグラスに水を入れます。で、その水がこぼれてないかもチェックされるので、グラスに対してこのシリコンカバーをしっかりはめるのも結構大変です。テーブルに来たら自分で椅子を引いてそこに座ります。で、その後にちゃんとテーブルに対して膝が入るように自分で体をくるっと回していきます。10秒間食事をするふりをした後に、また食べた食器をカバンの中に入れて立ってキッチンにまた向かっていきます。で、キッチンに来たらこの食洗機に物を入れて、で最後はまたソファーに戻ってきたら終了です。同じようにソファーからロボットを装着していきます。ベッドで装着するのとソファーで装着するのとでは高さとかが違うのでちょっと難しいんです。で、装着した後にキッチンに向かっていきます。ちょっと操作類を丁寧にしていきましょう。他焦らなくていいので、余裕ある、余裕大丈夫、確実に操作していきます。ジップロック優しく、優しく加えてください。次、水ですよね。水の操作がちょっと難しいので、焦らず焦らず、周り見ながら、いろいろ物があるんで、もうちょいもうちょいもうちょい、はい、もうちょい焦らず焦らず、ちょっと周りいっぱいものあるので、 OK。 じゃあスープ入れましょう。パンを出して、焦らなくていいですよ、焦らなくていい、焦らなくていい。よし、でちょっと手元に近かったくれよ。水がこぼれないようにこのシリコンの蓋をしっかり閉めるのが結構大変なんです。素晴らしい、いいですね。取ってからバッグを落としましょう。しっかり手元で、うんうん、OK。 じゃあさばきますよ。椅子引く位置ちょっと意識しながら行きましょう。よし、座りながら、OK です。ここも焦らずにしっかり体を前に出してから引っかからない。お、うまいうまいシーンが出ましたねうまいですよ。
で、もうちょっと、もう一個体の前に、もう一個体の前に。オーケー、ちょっと調整して。ここまではめちゃくちゃ順調だったんですが、ここでなんとアクシデントが発生してしまったんです。で、体ちょっと前に、おお、ファインプレーが出ましたね素晴らしい。はい、先生、近めに入れたから近めに、近めに。私はもうこの時点でロボットが動かないことをもう認識しているんです。もうどうやっても動かなくて、電源として再起動してください。テーブルへのこの向きを変えるときにちょっとコードが接続不良になってしまったっぽくて、一からやり直さないとロボットが動かない状況になってしまいました。もうめちゃくちゃタイムロス。サポートしてる人は手が出せないので、もう外からの指示で私がなんとかやるしかなかった。もう一回装着から。OK、全然 OK、全然 OK、ベスト大丈夫です。汗を拭きましょう。全然 OK。いいですよ、椅子引きましょうかね。さあ、ちょっと巻いていきましょうかね。大丈夫。さあ、ご勝負です。OK、スタート早めに切りますよ。よし、さて、スタートは。バランス崩さずに座ってからです。大丈夫。 OK、 お疲れ様でした。もうこの時テンションガタ落ちでした。もうマジ最悪、マジ最悪ってずっと言ってます。もうあー絶対クリアできたのにっていう気持ちで、でももうみんなが切り替え切り替えって言ってくれてました。最後、洗濯課題になります。同じようにリビングでロボットを装着して洗面所に向かいます。洗濯かごから洗濯を出して洗濯機に入れていくんですが、結構下にあるので取るのが大変なんですね。で、洗剤を入れた手にして洗濯のスタートボタンを押して、で、また蓋を開けて洗濯をバッグの中にしまい、お風呂場に持っていきます。で、お風呂場に最初にかけてあった服をしまって、で、また服をきれいにかけて、で、お風呂場で回転して戻ってくるんですが、やっぱここのお風呂場がめちゃくちゃ狭くて通るのが大変でした。で、畳んだ洗濯物をタンスに入れるんですが、これもちゃんときれいに入れるというような審査があります。で、またリビングに戻ってきてソファーに座ったら終わりです。ラスト、洗濯課題スタートです。時間は10分以内に行います。練習では3課題全部一応時間はクリアしてたんですけども、扉の開け閉めであったり物の配置というのはちゃんと再現できてたわけではないので、そういったところがやっぱ難しいなと思いました。さて、最後どうなるのでしょうか。できないように。さあ、この位置ちょっと意識しながらいきましょうか。スタート早めに切ります。OK、ナイス。もう一丁。カゴを出すのはちょっと大変だ、時間がかかるんじゃないっていうことで、もう自分で手を奥まで伸ばして取るっていうのをやってみました。それでもやっぱ結構ベストの厚みがあったりしてきつかったですね。時間余裕ですよ。楽に行きましょう。練習で OK。いいですね、いいペースです。 OK、 奥まで入れましょう。できれば OK、 マッチです。そのまま体を起こして、式ちょっと意識したいのでもうちょっと体を起こします。 OK、 ナイス。はい、 OK、 揃えて服を取り込む際やかけるときは歩行器にかけてはいけません。
ハンガーを落としたり服を落としたりすることも NG なので、ここがすごく大変でした。簡単なので丁寧に入れていきましょう。そこ注意、 OK。 直すときも油断しないように。 OK、 いいですよ。しっかり畳んでいきます。廊下から離れすぎないように、なるべく中で小さく回ります。バランスとって焦らず焦らず、ゆっくりゆっくり。 OK 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 OK、 あと一丁頑張れ。ガタガタいかないように、ゆっくり小さく、焦らず焦らず、一回体 OK OK、 バッチリ、ナイス。課題だった浴槽での方向転換もうまくできて、めちゃくちゃここまでは順調だったんですよ。落とさないようにしよう、落とさないように、楽に楽に丁寧に入れます。頑張れ、楽に楽に、水だけ、頑張れ。そしてますよ、順調だったのに、またここでハプニングが。扉を閉めれなくて手届かないし、近くに行くと今度ハーネスに扉がぶつかっちゃうんですよ。もうこれで最悪、もう超最悪でした。最後勢いよくバンとやってしまったせいで、扉がもういっぱい開いてしまって、手が届かないところに行ったので、歩いて扉を閉めに行くという、本当にとってもタイムロスなことが起きてしまったんです。はい、ここで私ももうテンションガタ落ちです。 OK、 そのまま手下向きます。ラスト頑張れ、頑張れ、頑張れ、どうあとどうぞ、最後までしっかり座っていただきまして、それを座って場合から安心座っていただきましょう。はい、 OK、 行きましょう。こんな感じで当日結果は分かりませんでしたが、先日結果をいただきました。その結果1課題だけ、ところだけ、しっかりクリアできたよということを言われたので、1課題クリアなりました。悔しかったですね。2課題目のロボットの緊急停止がなければ2課題目も行ってたし、3課題目はちょっと扉がどうしてもハーネスとかに干渉しちゃったりして、そこをうまく回避できてなかった、いつもとは違う感覚で焦ってたっていうところもあって、そこがちゃんと落ち着いてできてたら全3課題クリアできてたんじゃないかな、なんて思いがあって、とっても悔しいです。で、1課題クリアしたので賞金500万円をいただくことができたはずです私はもうそこから関われてないので、きっと藤田の方に500万円がいったと思います。今回こういうチャレンジをさせていただいて、やっぱりロボットを自分で約2分以内でね、装着できて、それを本当に家の中で使えるってめちゃくちゃ画期的なことだと思いました。もう自分の家でも使えんじゃん、移動するとき、まあ、車椅子より確かに遅いけど、でも体のためとか、まあ、そので作業効率的に高いところを取りたいときに立つとかっていうことができるので、すごくいいな。これがもっとリアルに自分たちの家で使えるようになって、まあ、価格的にも届きやすい価格になって、私たちの手元に届くような環境があったらいいな、なんて思いました。
まあ、そういうことを目標にこのグローバルイノベーションチャレンジというものも一つあると思うので、皆さんこういうコンテストがあるということをね、当事者だけじゃなく開発系の人とかいろんな人たちが知ってもらって、いろんなチャレンジができる場になってほしいなと思いました。まあ、来年あるかどうかは分かりませんし、あっては私がパイロットに選ばれるかどうかも分かりませんが、すごく素敵な体験をさせていただいたと思います。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。